インターナショナルサッカーインフォームです。今回は、板倉孝選手のプレーを振り返っていきたいと思います。該当の試合は、2022年8月28日、ブンデスリーガ第4節、バイエルンミューヘン VS ボルシア・メンフェン・グラートバッハ。こちらの試合となります。試合結果の方は、1対1で引き分けとなっております。板倉選手、先発フル出場を果たしており、 ポジションは右センターバックでした。全体的には良かったんですが、アウェイのバイエルン戦ということで、バイエルンの強力な攻撃陣により、脅威にさらされるシーンが多く、やられたというシーンもそれなりにはありました。スライディングシュートブロックが良かったです。印象的でした。マネのシュートを防ぐシーンが多かったです。 サネに対するスライディングシュートブロックがかわされてしまい、シュートを打たれるんですが、倒れた体勢からシュートブロックするという素晴らしいシーンがありました。該当シーンの詳細ですが、自陣ゴール前、イタクラがデイウエスへ守備対応をし、デイウエスからサネへ横パス。そのサネに対し、エルェディがスライディングするも、 かわされてしまい、続く板倉もサネスライディングするも、これもかわされ、シュート打たれるも、板倉が倒れた体勢からシュートブロックするという、素晴らしいシーンでした。やられたというシーンがありました。カウンター守備時、パワールがこの位置からスルーパスを出し、 そこに板倉とサネが走っていて、最初板倉が前に出ていたんですが、途中サネに前に入られてしまい、そこで板倉が背後からスライディングするも、これをかわされてしまい、ゴールキーパーと1対1の決定機を作られてしまいました。結果的には、 ゴールキーパーゾーマーのファインセーブで事なきを得ました。ミューラーに空中戦で負けてまずいというシーンがありました。ハイボール対応でミューラーに競り負けてしまい、そのボールをペナルティエリアの外からですが、デイビスがシュートを打ったというシーンでした。ちなみにこのシーンも、 ゴールキーパーゾーマーが止めていました。空中戦ですが、自分コーナーキックからヘディングシュートできたのは良かったですね。地面に叩きつけるシュートでゴールキーパーノイヤーに止められてしまいましたが、あの激しい動きの中、ヘディングシュートできたというだけですごいと思います。この試合も足元の技術が高かったです。 プレッシャーのかかる厳しい状況下でも冷静にパスをつないでいました足元はうまかったんですがトラップが大きくなってボールをロストしてしまったシーンがありましたこの少し上がった位置でスカリーからのパスを受けるトラップが大きくなってザ・ピッツァーにボールを奪われたというシーンがありました 直近3試合で見せていたハイパフォーマンスという内容ではないものの、ゴールキーパーゾマーを筆頭にチーム全体でよく守っていたというふうに思いました。後半37分までは1点リードしていましたが、とにかく防戦一方で耐える試合で、データで見ても打たれたシュートが33本。 オール支配率69%で攻められ続けていたので、引き分けという結果は悪くないというふうに捉えています。はい。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。